だからいつものやつ。おっと、手前に。手前に当たっちゃいましたね。まあむしろ手前待ちを、ね、狙ってわざとそこに打った。いやどうだろうな。まあどっちにもメリットありましたね。僕の方が惜しかったか。いやー、雷落とされました。いや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 、しかしこれでワンチャンス生まれちまったぞ。常識では負けている。デップ体力70、しかし空海が残ってる。デルウィンド時間を使えばいい。サイバー刑事解除、ね、ガチ解除まで持っていや、そのまま行く。いやー、来たー。サイバー刑事は最後まで持ってくれました。さあ、まだ 5v5 です。おいや、ディモルト、まだこのガレージ抜けさせてないですよ ね。今一回窓見えたから窓を二度見したんですよね。その瞬間ディモルト出てきましたが、パラノイアががっつり刺さってる。フラックスカバーに入りますが、1枚削られちまった。リジェクトうまいですね。挟み込みがすごいよくできています。サイバー刑事置いて逃げる。信じて、いやー、ハーフいけない。ハーフまでいければというところ。裏取られた。デップのブレードストーム、音だけが聞こえる。これは難しいシーンですね。でスティンガー、空海選手が意識を買ったことでテンプル選手の存在に気づかれないで済みますね。さあデップ、クラウドバースの中に入り込んで空海と一緒に先頭になったんですが、11交換ファンタスフィリー当たってる。ー CT からの通路にバッチリ入ってます。 3v3、 デップそれ勝っちゃダメなんだが、いや、ここで裏来たの気づきましたよ。フラックス弾がなくなった。クラシックではどうしようもない。こいダブルドアの塗ってぴゃり言いませんか。俺だけでしょ。いやでもやりっていうのはね、僕も何度も聞いたことあるんで。うわー、空海2枚持ってった。晴れもやりましたね。大きい。特に前衛のエージェント2枚削くことができました。ただ設置まで行くか、設置しますか。 3v4 設置を、これはガレージから打ちやすい位置に調整しましたね。バイクを設置。なるほど、まあ、今唯一固めに行けそうなところですもんね。うん、ちょっと相手の人数的にロングっていう勝負にはならんだろうと。はい、雷選手が残っているので。バイクフォートライン、いいとこ入った。どうだ、11交換、ラスト1まで行きました。テンプル、お、ここで回り込んでるのに気づかないぞ。うわー、でもドール打ち勝った。いや、今ちゃんともしれないんですけども、残念ながらちょっと被りませんでしたね。噛み合いませんでしたね。うん、うわ、早いぞ今回。そのまま入ってウィンドウ設置か。入りました。頭つっかえてるデップ、つかえましたね。いや、雷しっかりとダブルラ見てますね。こういうとこ抜け目ないんですよね。うん、さあラグどう入るか。ガレージはちょっと抜けにくい。じゃあ A リンク側からいくか。ちょうどフラッシュのタイミング、ディモルトは隠れている。デップが2枚押さえて、フラックスの位置も分かってるが、そのまま2枚。あー、いやー、いいタイミングで出ていった空海な。さあ、アルファーボールが入ってきそう。こういうタイミングでまた C 狙いですからね。ここで固めたかったですね。ロムザシャローズで C ロング見たので殺到していきます。ラグゲーミングでもデップはもうダークカバーの中。うわー、人差し上から。うわ、どういうこと。うわ、なんてこって。サンキル、ありがとう。これがデップ。あと言ったことがそのままになりましたね。本当に持っていっちゃいましたね。持っていき方も素晴らしかったですね。奥の敵からね。そのまま。かぼれ。かわしているが。リモルト、晴れ晴れ。雷続いて。もう1球。クラシックでかなり打ち合い頑張ったんですけどね。ハレのライントバック、カーブボール、いやタイミング合わず。とことんハレとは付き合わない。
下がられましたね。さあここからになるでしょう。11交換トールどこにつきなんか A サイトですよね。ヘブンにダークカバー、そこにフロムザシャドウズで入りきって、うん、いやーヘブン下かデップに止められてしまった。いやーノリセンがこのタイミングで飛び出してくる。ダークカバーの中にいた。いやー状況有利に見えたんです。おお後ろのディモルトですね。倒したのはデップに見えた。おお最初から後ろ向き走ってる。当たってる。いやこれは命中してしまいましたね。初手ハンターズフューリーダブルキル決定的。そもそも A 攻め読んでましたからね。読みが冴えているのはむしろリジェクトの方です。相手の行動拍手か。しかし空海ももう1キル持ってってまだまだ立て直せそうか。3対2であればまだまだありますよね。ただスパイクを1回拾わなきゃいけないんですけど、ちょっとリジェクトの動きが拾えました。これ怖いですよ。ああ逃げ切れた。 A ショートから一気に来てますね。今頭見られましたかね。いや見られてないと思いますけど、あこれ見られてないですね、この動きは。B設置、いやーこの、まあ、ハンターズフューリーやりますけど C サイトに抜けるのか。勝ちたければハンターズフューリーがここを打つべきですね。ただどの位置にいてどの位置から打つかっていうところも結構重要ですね。人数フリー打ってる間無防備なので一旦 CT 側に入るしかないのか。のカボル、うおそこで、あーそこで打った。マシキロ、空海も1キル、これは大きい。リコンボルトで1、4か見えました。マッシュ2オン3の振り状況よくまくりました。後ろを空海に任せて4人でダークカバーヘブンに対してデップはクラウドバースト3つ、無理やりジャッジの勝負にする。これが刺さるか刺さる、うわ1枚持ってった。これで十分でしょうか。そうですね、設置いけましたからね、オルトライン。いいショートまで下がって、テンプルもショートまで下がってかなりいい設置後の動きになったか。雷が裏来るのはしっかり見てますね。いや空海2本とも道しっかり閉じてます。 4v3 あと3枚。ハンターズフューリーを止めた。フューリーを止めたんですけれども時間がないか。おっとそんなことが、これ会場が間に合ってしまう。ジャンピーク狙い、うわそんな速さでやられたら見えんて、駒送りで見たい見たいな。ドラッグショットでしたね。速すぎて動いてないように見える。そうですね止まってるように見える。決め切ってるんですよね、右来たら右。うん、オペレーターの強いとこですよね。カバーできない1キル、さらにディモルト1キルとそのまま下がることもできて、人数差を作れてますね。とにかくいろんなところから出てこられるもんなんで、攻め側としてもいろんなところを見続けなければっていう展開になっちゃいますよね。うん、センター入らせてるのでしっかり見てる。クラウドバースト、雷がやられましたね。体力的にもちょっとまだわからない。いやそんなことないです。どうですか。あーガーデンから行きますか。ショートから入って、あーいい判断ですね。いいとこ入れてますよね。はい、あと30秒、ちょっと攻撃の判断がかなり、ここまでうまくいってると思います。ちゃんと冷静に空いているところを選択することができたので、カードに伸ばれてる。空海捉えたい。ここのキラ大きい。これで 3v3 これ大きいですね。これで状況分からなくなった。ラグがかなり有利な形か。スモークがもうないのでメインを見れない。ここで2枚持ってかれて、さあこれはさすがにラグ有利だぞ。ワット6発の武器で6発の、あー弾切れた。やりに行くしか、いや勝ちそうなとこが怖い。いや勝っちゃうんか。逃げ切った。逃げ切るんか。
た。まあ、もともと開けていたのでローリングサンダーは当たりませんでしたけれども、十分ですね。キャリア確保。おっと、うん、これ避けれるか。いやー、ハンターズフィオリー、うん、1人ずつ当たった形ですね。体力自体を削ったということで落ちなくてよかったですかね。はい、ボール設置完了。いやー、これが研究です。うん、かっこよく言い直す。完璧なとこ入れましたね。うん、声も綺麗だった。ニューラルセット、何か見えてた。いやー、位置がバレた。これラグ苦しいですね。あー、もう逃げてますね。いやー、勝負無理ですか。3枚だとさすがに、さすがにこの体力も削られましたからね。おそらくあの体力はハンターズフューリーで削られた時、さっきからラグゲーミングは一切こうセンターのエリアコントロールしないんですよね。うん、勝負に行ってない1回ぐらいしか。あーっと通る。おお、勇気を振り絞ってそのまま飛び切った。行きましたね。おっ、バカ注意当たった。あれ、いや今飛んでましたよ。しかも交換続いて 2-2、 ワンドイワン。あ、ワンワン。サイト内だとは感づいてるでしょう。スキルもある。あと30秒、アビリティが残ってる。マッシュアブルドック、音を一瞬立ててスパイクの設置を鳴らすか。一回リコンボルト打ちますね。うーん、ただ近くにいましたね。この読みというと、もう なんだろう、センスだと思います僕は。裏に入る、そのタイミングが大事。さあ、おっと、テンプル選手抜かれた。いやー、ドールが粘る、ドールが粘る、粘りました。間に合いますかね。これ解除を譲らなくていいのか。うん、そうですね、これで6対2と。相手削りに行こうよっていう話なのかもしれないし。さあ、これはサイバーはもう無視で、スタンダードな B ラッシュですね。スパイが落ちた。うん、ボールに対するカバーがいない。どうしようもない状況になってしまった。うわー、フラッシュポイント箱で完璧に抑えてますね。かわしながらクラシックフラックスなんとか粘りますが、最後は雷。次のラウンドのことを話したんでしょうかね。でここまで入り込んだ、すごいですね。ただラグのその今このジェットのゴス見てもらえば分かるんですけど、入れさせてもいいっていう配置してるんですね、はい、かなり低めですよ。ただこの足音が雷に情報プレゼントしてます。これでセンターのコントロールを失った。そのタイミングで B に展開を始めます。さあ、リジェクト完全に中に入りきりましたよ。 5v4 の状況で設置に行きそうです。いや、この上で全員が表を取りに行きましたね。まっすぐ前、後ろ通る、いけない。もう一枚いきたい。でも通る、押さえてる。逃げて逃げて、こういうのはね、引きながら打ってる方が有利ですからね。あれ、うわ、ワンブイスリー、気づけばリジェクト人数振り。お見事でした。サイドマッシュ、持ってこられたのに対して冷静に対応できたと、ね、もうプラント、これディモルトがキャット残ってますね。これが後から効いてきそうな気もしますが、うーん、テンプルが見るかどうかです。どうするか。わー、これ逆に勝負できましたね。決め打ちされている。おーおーおー、でも対処できた。打ってみたらマッシュが後ろから、あー、さらにショックボルト。あとは1枚、人数でいくだけ。勝った。テンプルが倒して、いやー、ラグ来ましたよ。そうですね、ここまでの8-6、流れはラグが完全に、彼はもうポイントに入ってます。設置 4v4。 さあ、ラグリテイクタイムですが、ここノリ線がまたオーラ取っているのが気になりますが、間に合うかどうか。センターからヘブン方向、中の人が耐えれれば、そうですね、かなり刺さりそうですが、ラグが思い切って中に入ったら崩壊後に到着ということになるでしょう。リコンボルト、いやー、トールが良かった。時間がないが、いや、ノリ線間に合った。ノリ線間に合った。空海マッシュ、ニューラルセプト解除いく。位置は上がってますね。うわー、ノリ戦が見せる。ノリ戦全体的にこう広く取れ、情報は取れているんですけど、ただラグは今回空海がこれ A ロングにカメラを置いてるんですよ。はいはいはい。ああ、そうですね、ノリ戦ファーストブラッド、ま
た乗り線やーなとこいますね。一人でキル持ってったの大きい。小西ですね。ここで B 展開にしつつ、やはり広く情報を取れているデップが、おお、フラックスピンポイント、ちょっと刺激。ハンターズフューリーをサイト内に打ちながら進行を始める。これが当たった。ただしニューラルセプト、ハルが1枚。状況は 2v2 です。フラッシュを食らいながらもスパイクを拾って B 設置始める。残り15秒設置するしかない。ラグはこれアルティメットありますからね。ローリングサンダー、おっと雷がまさかの手前に隠れていたのと、いやーこれは連携が良くなかった。ローリングサンダーほぼ効果なしという終わり方になってしまった。いや空海とバラバラに動きましたね。今空海待ってからローリングから刺す、そういう動きをまたするんでしょうか。ラグもかなりこれ裏取り警戒してますね。今空海のこの位置、ね、マッシュが戻りましたからね。わざわざ、うわ空海今度は許さないよと。デップはまだ、いやその腰上げない。でもここまで時間かけたからさすがに空海もデップの存在に気づかないと思います。いや二段構え、いやこれ完璧ですね。強すぎるこの動き。これであとは時間稼ぎするだけ。いやもう一人いるんですよ。いやディモルト13